ちっていうのは、ね、楽の、うん、よく行く釣り場が基本的に濁っとるんで、もうラトルがないとどうしようもないんですよ。でも違いますね、はい、ラトルがあるとないのと全然違いますよ。まず見つけてくれないんですよ、どんだけ好きなだけしゃくっても。そうっすよ、ね、はい、ある目で見て獲物を捕らえてるから分かりますよ。とりあえずもう釣り場行ったら絶対にラトル入りのやつをもう適当でいいんで、もうひたすら振り続けて寄せて、なんかあ釣り始めた、一本目釣り始めたら大体群れで寄っとるんで、そこでなんかそのフォール重視に変えたりとかやっとるんですけど、面白いですね、ラトルはいいっすね。プロになったら他社と違うところが、なんかこれ意外に聞こえやすい課長域っていうのがあって、600ヘルツ前後が最もイカに音が伝わりやすいって言われてるんですよ。一応我々も大学と共同研究して、この辺の音がイカに聞きやすいのかテストした結果、まあ多分この辺が聞きやすいのかっていうところで、その音が出るようにラトルの種類と、あとボディの素材ですね、横松を選んでるので、ここは多分タッチの作業は真似できないと思います。サーチにはこのフィンついてないじゃないですか。そうなんです。こちらのライブシリーズの一応、ライブサーチで、どちらかというと、まあ、やや高活性なイカを取るタイプになってまして、あちらの K の方が、まあ、フィンがついてるんですけど、より安定性を求めた設定になって、どちらかというと、まあ、スレーターイカに対して有効なイカという形で、一応、まあ、使い分けていただくために、機能を分けたい。なるほどね。やっぱ色とかもあれですか、はい、イカ好みの色とかってやっぱあったりするんですか、ね、結構イカって色にシビアで、特に分かりやすいのが船でのイカ釣り、すってって呼ばれるものを使うんですけど、あれって結構いろんな色があるじゃないですか、はい、赤身色とか赤白だったりとか赤身色とか、そうそうそう、すごいたくさん種類があるんですけど、あれでやっぱ全然超過が塩にもそうですけど、まあ、塩マークとかいろんな要素があって、クレールスって全然違うんですよ。100はないんで、まあ、同じ引っかかりで、アオリイカもやっぱり結構色にシビアで、本当にあの色によって超過したのが出たりします。特にあの数釣ってると、色に差が出てきたりします。風がある日は、横には流されて、確かにもう見向きせんとき本当に釣れないですよね。でもなんか同じ堤防であの人だけ釣ってみたいなことは結構こっちの方が使いやすい。イカに関しては釣れてる人の色参考にしてますね、基本的に。普通の魚とかだったらあのレンジ、はいはいはい、釣るレンジを聞いてどこに釣りましたっつって聞いたりしてるんですけど、イカに関しては何色に釣りましたっつってそこっすね、全然違うんですよね。ちょっとこれオール紫かちょっとピンク入ってるけど全然違って、そうでしょと思って一緒やんみたいな、どんな気分に食い分けてるの、うん、あるんですよね、不思議なもんですよイカって